どうも、ささんです。今回なんですけども、はい、こちらの新しいカメラを購入したということでね、この動画で開封レビューやっていきたいなと思います。で、今回買ったカメラなんですけども、ソニーの Vlog カムシリーズ最新モデルで、Vlog カムシリーズでは初となるフルサイズセンサーを搭載したモデルになってます。製品名がね、 ZV-E1 というものなんですけども、まあ、結構ね、こう先行レビューされている方がいて、かなりね、本体ちっちゃくて、ね、軽量らしいので結構ね、楽しみにしてたんですよね。ということで、早速やっていきたいと思います。はい、じゃあ早速ですね、この ZV-E1 開封していきたいと思います。パッケージはね、かなり簡素な感じ。最近ね、ソニーかなりサステナブルに取り組んでるみたいなので、まあその影響というか、こうパッケージもね、そういった点に考慮してるんですかね。で、これがボディかな。おお、ちっちゃい。確かに。いきますよ。よいしょ。はい、来ました。おお、すげえ、めっちゃコンパクトだな。確かに。ちょっとアップでね、見てみたいんですけども、ソニーのね、α7C っていうね、フルサイズミラーレス一眼があるんですけど、それとかなり、まあ、似たような雰囲気は、ありますね。うん、でね、これカメラでどんぐらい質感伝わるか、まあ、わかんないんですけども、今まで発売されてた、まあ、Vlog カムシリーズ、ZV-1 とかね、ZV-E10 っていうカメラ、結構ね、まあ、チープなイメージあったんですよ。この本体の素材がね、結構安っぽいなっていう、まあ実際にね、安かったからしょうがないんですけども、今回の ZV-E1 に関しては値段が、30万円ぐらいするんですよね。それもあってか、本体ね、あんまりチープな印象は、感じられないですね。で、付属品なんですけども、まず ZV-E1 本体、そして専用のストラップかな、まあ専用っていうかね、ソニーってしか書いてないっすね。で、バッテリーが、まあ、他のねフルサイズモデルと同じく NP-FZ100 が付属してますね。で、こちらがですね、カメラ本体の、マルチインターフェース周のところに取り付けて使う、まあ、ウィンドスクリーンですね。これなんかね、すごいわ。素材が今までの ZV シリーズに付いてたやつともまた、まあ、違うような感じですね。で、最後こちらね、ペラ系となっております。あ、じゃあもう一回ね、本体詳しく見ていきたいんですけど、正面から見るとこうね、まあ、長方形みたいになってますね。 α7-4 とかだとこのね、本体の上にファインダーがあるんで、まあ、ちょっとね、こう三角な感じになってるんですけど、これはね、まあ、長方形のすっきりしたデザインですね。で、搭載しているセンサーがですね、これ α7S3 っていう動画撮影に特化した、フルサイズモデルと同じものがついてるんですよ。カメラの有効画素数は静止画撮影で、最大1210万画素で、動画ステージは1010万画素だそうです。α7S3 前ね、使ってたんですけども、めちゃくちゃ暗所に強くて、 ISO 感度をねガンガン上げても、まあ、ノイズがね気にならない、すごい綺麗な映像撮影できるんですよね。それがこのサイズで、実現できてるっていうのはめちゃくちゃね魅力的なんじゃないかなと思いますね。で、グリップに関しては意外と持ちやすい。なんかもうちょっと出っ張ってた方がいいのかなと思ったんですけど、意外と大丈夫ですね。結構しっかりグリップできるかも。まあ、小指はね、若干余るかなっていう感じですけど。で、肩の部分なんですけども、この端っこに電源のスイッチがあって、シャッターで、シャッターのこの周りはですね、ズームレバーになってますね。で、この C1 っていうのは背景ボケの切り替え機能だと思います。まあ、ZV シリーズね、特有の機能ですね。で、その左側が動画撮影ボタン。そして少し後ろにあるのがモード切り替えスイッチですね。左が写真、真ん中が動画撮影。で、右側がスロー&クイック。まあ、スローモーションとか撮るときに使うモードっていう感じ。で、少し左に行って、このね、長方形の網のやつが内蔵マイクですね。今までの ZV シリーズも、ね、内蔵マイク良かったんですけど、この ZV-E1 に関してはさらにね、このマイク良くなってるらしいんですよ。で、その隣がマルチインターフェース周ですね。はい、続いて背面見ていきたいんですけども、上からね、まずダイヤルで、メニューボタン、カスタムにファンクションボタン。で、その下がですね、これ一応ダイヤルと、まあ、ボタン、兼用してるものと、あと真ん中もボタンありますね。で、下が再生ボタン、コイン箱ボタン。まあ、そんな感じですね。で、ディスプレイに関してはバリアングルモニターなので、こんな感じでね、開いて自撮りに使うことできます。ただ、スペック表を見るとですね、液晶モニターの解像度が、103万6800ドットらしいんですよ。これあんま
まりね解像度高くないんですよね、他のソニーのフルサイズモデルに比べると。そこがね若干気になるなと思いました。結構値段高くて30万円ぐらいするので、まあ、解像度低いのはねちょっと残念ですね。はい、でカメラの、左側なんですけども、上から、マイク端子、そして、充電用の USB Type-C PD 対応のね端子ですね。で真ん中が SD カードスロット、 α7IV とか、まあ、S3 とかそういったモデルはですね SD2 枚させたりとかするんですけど、このね ZV-E1 に関しては SD1 枚ですね。はい、で一番下が HDMI 端子とヘッドホン出力になっております。で最後カメラ底面こんな感じ、バッテリーのスロットと、三脚用のネジ穴、これはねもちろん工軸状に配置されてますね。はい、じゃあ続いて α7IV とこのサイズ感の違い見比べてみたいんですけども、いかがでしょうか。結構ねこう見ると違いありますよね。やっぱ一回り二回りぐらいねこっちの方が大きい感じありますね。で真上から見てもね本体の厚さだったりとか、あとはグリップの出っ張り具合っていうのにもね、かなり違いがあるのがお分かりいただけると思います。重さに関してはですね α7IV これがねバッテリーと SD カードを含む状態で 658g、 そして新しく購入した ZV-E1 同じくバッテリーと SD カードを含む重量が 483g なので、まあだいたいね 170g ぐらい、差があるんですよ。実際ね持ってみてもかなりねこっちの方が、軽く感じますね。やっぱフルサイズってめちゃくちゃ綺麗な映像を撮れるのはいいんですけど、本体ねでっかくて重いとあんまり持ち運びたくなくなっちゃうので、こんぐらいのサイズと重さで出てくれたのは、ね、めちゃくちゃ嬉しいですね。じゃあレンズをね取り付けて、本体もね電源入れてみましょうか。よいしょ、今取り付けたのがソニーの超広角 1635F4 透視のね、レンズですね。このレンズ発売された時はねかなりコンパクトって言われてたんですけど、 ZV-E1 がねちっちゃすぎてレンズがねかなり大きく見えますね。こんな感じ。あ、でもこんぐらいだったら全然なんか持ち歩き苦になんなそうな気がしますね。あと一応ウィンドスクリーンもねつけるとどんな感じか見てみましょう。はい、こんな感じでございます。まあこれがあればねそこそこ風が強い日でも全然問題ないんじゃないでしょうか、おそらく。で今電源入れる前に Amazon で買ったこのね液晶保護フィルム、まあガラスフィルムをね貼ろうと思ったんですよ。 ZV-E1 液晶プロテクターっていうね、専用のやつ貼ろうと思ったんですよ。まあ思ったっていうかね貼ったところ見てこれこれ分かります？全然サイズ合ってないんだけど、これそんなことあるか、これ。いやーマジでやられたなー、これ最悪や、これ。ちょっと皆さんもね買うとき気をつけてください。このパンですって書いてあるやつは注意です。はい、ということで電源入れてみました。するとねこんな感じですね。これ結構ね他のフルサイズミラーレスに比べると変わってますね。特に両サイドになんかメニューがついていて、タッチでねいろいろ変えられるようになってるんですよ。まあ、例えば左上のね今ビデオマークと、花のマークついてるんですけど、これを触るとですね、モード切り替えができたりとか、あと左側のねマイクマークとオート、これを触ると、マイクの指向性を前方に切り替えたり、あと全方位に切り替えたり、後方にしたり、で最後これオートですね。このオートっていうのはカメラの画角に、人がいたら前からも音拾ったりとか、なんかそんな感じらしいですね。でシネ Vlog っていうのは、あ、これピクチャープロファイルとかか、なるほどね。で右上録画ボタンとか、商品レビュー用ボタン、認識対象を、切り替えるボタンとかね。すげえ、めちゃくちゃいろいろあるな。でもちろんそれ以外にもね、右上のメニューボタンから、設定変更することができて、この今表示してるのは、まあ、ソニーの最新のメニュー画面ですね。で記録方式とかも、4K のね H265 とかにも対応してるみたいですね。で手ブレ補正についてなんですけども、この ZV-E1 はですね、従来のスタンダード、そして電子手ブレ補正アクティブに加えてダイナミックアクティブっていうのもね搭載していて、これがねかなり、手ブレ補正優秀らしいんですよ。これ後でね外で試してみたいんですが、歩き取りとかしてもね全然手ブレが気にならないみたいなんですよ。まあ、もちろんその代わりね電子手ブレ補正なので画角のクロップっていうのは、まあ、大きくなると思うんですけど、まあ、ちょっと楽しみですね、こんな感じなのか。であ
とはフレーミング補正っていうのも、まあ、一応ねソニー公式で押してるみたいで、これねオンにすると結構ねこう画角が狭くなるんですよ。これ分かりますかね、ちょっと背景デスクなんであれなんですけど、まあ、画角が狭くなる代わりにこうなんだろうな、例えばね今皆さんが見てる映像、僕がね今真ん中にいるんですけど、こう横に動いた時に、カメラが自動でこう画角を僕がねセンターになるように調整してくれるみたいな、そういった機能が、まあ、フレーミングっていうやつらしいんですよ。まあ、これもね後で試してみたいですね。まあ、なので後からね屋外に行って試してみたいと思ってるんですけども、とりあえずね室内でこれ使って撮るとどんな感じになるのか、今はソニーの α7R5 っていうカメラで撮ってるんですけど、こっちにね切り替えてみたいと思います。はい、ということでね、カメラ切り替えてみたんですけども、いかがでしょうか。さっきまでね、α7R5 だったんですけども、今回新しく買った ZV-E1 で、設定はね、これ全部オートで撮ってます。普段はですね、ホワイトバランスとか、あとは色の調整とかもね、してるんですけども、まあ、とりあえずですね、もう完全オートの状態で撮ってみようと思って、これ、ね、レンズはソニーの 1635F4 通しで、まあ、もちろんね、この画角の調整っていうのは、してるんですよ。今ね、その1635のレンズですけども、32-33mm ぐらいの、焦点距離で撮影してます。で、F 値は F4 ですね。はい。で、それ以外は本当にね、オート、4K の 24p で撮ってるんですけども、ISO 感度とシャッタースピードについては、オート、ホワイトバランスとか色味についてもね、もう全部カメラ任せの、状態で撮っております。で、音声に関してもね、さっきまでは口元の近くにあるダイナミックマイクで撮ってたので、あんまり反響とか気にならなかったと思うんですけど、今カメラ内蔵マイクで撮ってるし、しかも今僕がね、撮影してる部屋、めっちゃ声響くんですよ。今自分で話しててもね、すごい響いてるの、わかるぐらいの状態なので、それはね、カメラの、内蔵マイクで撮ってるってことは、もう皆さんが聞いてる音声もね、響きまくってると思うんですけども、まあ、とりあえずね、室内の、まあ、ちょっと響きやすい場所で撮った音声、こんな感じでございます。まあ、これがほとんどねカメラでオートで撮影するとこんな感じになります。はい、次はですね室内での、フレーミング補正試してみたいと思います。もうこれ、ね、フレーミング補正有効になってる状態なので、画角がねなんか動いてますよね。すごっこれめっちゃリアルタイムに追ってくれんじゃん。すげえ。これ使い方はですね、カメラのフレーミング補正っていうのを有効にして、モニターに映ってる被写体を指でタップするだけです。これでも使えるようになります。僕もね、今、自分の顔をこう、ちょんって触ってみたらもう有効になってね、こんな感じで追いかけてくれてますね。うん。めっちゃすげえな。ただこれ注意点としては、かなりね、これ、カメラの画角が、まあ、クロップされるので、まあ、さっきね、このフレーミング機能を使わずに、とりあえずオートで撮るって言った時は、焦点距離、32-33mm ぐらいに設定してたんですけど、これを使うとね、クロップされるので、かなりね、画角広く、してね、撮ってます。まあ、超広角レンズとか持ってないとちょっと厳しいかなっていう印象ではあるんですけど、でもね、なんか、すごい、すごい、おもろこれ。めちゃくちゃ滑らかにね、これ追っかけてくれてますよね。まあ、僕はですね、こう部屋で、基本同じ位置でね、座ってしか動画撮んないんで、あんまり、まあ、必要ないかなとは思うんですけど、こう例えば立った状態でね、なんか講義的な感じの動画撮りたいとか、そういう場合には役に立ちそうな気もしますね。うん。どんなもんなんでしょうか。ということで、フレーミング補正のテスト、こんな感じでございます。はい、次はですね、屋外での、テスト撮影していきたいと思います。今ね、これいきなりもうダイナミックアクティブモード、手ブレ補正をですね、一番強いモードにしてるんですけども、どうでしょうか。画角ね、これ結構クロップされるんよね。さっきね、自分で家でテストした時には全然違うなと思ったんですけど、結構ね、ダイナミックアクティブモード、クロップされるっぽいっすね。今ね、つけてるレンズが1635、まあ、超広角のね、ズームレンズをつけていて、最広角の 16mm なんですよ。16mm で、この感じ、まあ、そこそこ手を伸ばしてカメラ持ってますね。どうでしょうか。こんな感じの画角、このままねちょっと手ブレ補正、あ、変更できないのか。これ録画しながらだと変更できないっぽい。ちょっと一回アクティブにしてみます。はい、手ブレ補正アクティブにしました。さっきとねカメラ持ってる位置全く一緒で、そのままアクティブにしたんですけど、こんな画角ですね。ちなみにこれがスタンダードですね。スタンダードは画角のクロップありません。スタンダードはこんな感じ。はい、そしてダイナミックアクティブモードに戻すとこうなります。
やっぱり、ね、価格全然違う。結構クロップ入るわ。ちょっと外側向けてもね、歩いてみたいと思います。ダイナミックアクティブモードですね。どうでしょうか。いや、これ全然手ぶれしない感じだったらね、めっちゃいい。マジでこれは期待ですね。はい、でこれがですね、通常のアクティブモードですね。どうでしょうか。通常のアクティブモード、さっきと比べてブレてますかね。どんなもんでしょう。で一応ですね、これがスタンダードですね。ボディ内の手ブレ補正だけにするとこんな感じ。まあ、本当にね、全然違うと思うんですけど、これはね、歩き取りとかはまあ無理だろうなっていう感じですね。めっちゃでっかい犬がいる。かわいいな。はい、じゃあ自撮りでもね、手ブレ補正の違い試してみたいと思います。これがですね、スタンダードですね。ボディ内の、手ブレ補正のみだと歩き取りこんな感じ。画角はさっきと同じく 16mm ですね。はい、手ブレ補正アクティブに変更してみました。さっきよりは、まあ、ブレがね、マシになってるんじゃないでしょうか。ボディ内と電子手ブレ補正の、まあ、弱い方のね、アクティブになってます。はい、そしてね、一番手ブレ補正が強い、ダイナミックアクティブですね。やっぱ画角違うわ。これ超高額持っててよかった。持ってなかったら結構違うぞこれ、マジで。これね、 24mm とかだとだいぶ狭いだろうな。ちょっとズームしてみたんですけど、これがね、だいたい 20mm です。 20mm のダイナミックアクティブ、まあ別に使えなくはないけど、使えなくないけど、うん。はい、次はですね、マイクのテストしてみたいと思います。内蔵マイクの指向性テストですね。今前方っていうモードにしてるんですよ。なので、まあ、こっちからの声だけ、拾いやすい感じで、前方のまま、外側を向けて、まあ、後ろから話してる状態ですね。これがどうでしょうか。はい、次がこちら指向性後方ですね。さっきよりだいぶ声拾いやすくなったんじゃないかと思うんですけど、これが指向性後方から話すとこんな感じになってます。どうでしょうか。さっきと結構違いあるかもしれないですね。はい、マイクテスト3つ目、これが全方向ですね。前からも後ろからも、まあ、拾うっていうモードになってるので、前からね話しても、まあ、後ろから話してもね、同じなんじゃないかなと思います。で最後に一応ね、これオートにしてみました。まあ、オートもね、多分ほぼ全方向みたいな感じなんじゃないのかな。どうなんだろう。今ね、前方に人が映ってないので、前方オフとかその可能性もね、まあ、一応あるんですけど。で前から話すとこんな感じですね。ちなみにね、さっき手ブレ補正のテストしてるときは全部ねオートでやってます。どんな感じでしょうか。これ帰ってね、聞いてみるのが楽しみですね。さっきね、あの室内でマイク検証した時はかなり響いてたと思うんですけど、まあ、逆に、ね、あっちの方が特殊な環境だと思うんで、響かない環境とか屋外で使うのであれば、今ね聞いてるような音声なんじゃないかなと思います。はい、ということで屋外でもね、このソニー ZV-E1 を使って、まあ、歩き取りとかしてみたんですけど、まず手ブレ補正について、いかがでしたでしょうか。僕の感覚ではね、ダイナミックアクティブモード結構ね、手ブレ補正効いてるなと思ったんですけど、やっぱりね、画角のクロップが結構大きいなっていう風に思いましたね。うん、僕はですね、今回超広角レンズ1635を使って、まあ、撮影してですね、超広角だから、まあ、全然ね、いいなとは思ったんですけども、 20mm とか 24mm のレンズで自撮りしようと思っている方はですね、まあ、結構画角のクロップきついので、そこはですね、まあ、ちょっと注意した方がいいんじゃないかなと思いましたね。まあ、今回ねこうやって持ってたんですよ、自撮りするときに。なので自撮り棒みたいな、ミニ三脚みたいなやつにつけて撮ると、まあ、もうちょっとマシかなと思うんですけども、まあ、ただダイナミックアクティブのクロップ率はね、やっぱ高いなというふうには思いましたね。で続いてマイク音質についてですね、その手ブレ補正の検証をしてるとき、ずっとねこれ指向性オートにしてたんですよ。でその音声確認してみたら、ちょっとね電子的な音声になってる、違和感あるようなね、雰囲気だなと思ったんですよ。ただ後半はね、あんまり違和感なかったんですよね。でなんでね、その違和感あったのかというと、
これおそらくなんですが、この音声記録で風音低減、これもねオートになってて、外風が強かったので、まあ、このね風音低減っていうのが働いて、まあ、ちょっと電子的な音になってたのかなっていうふうに、まあ、考えてます。実際のところどうなのかっていうのは分かんないんですが、今後僕はですね ZV-E1 外で使うときにこの風音低減はね切って、このねウィンドスクリーンに任せてね、全て音声取ろうかなというふうに思いましたね。その電子的なね、違和感がない部分に関しては結構内蔵マイク音質いいなっていうふうに思ったので、まあ、別に外部マイクなしでもね、今後外で使うときは全然いいんじゃないかなというふうに思いました。で、指向性を変えてみてどうだったかという話もねしていきたいんですけども、まずね前方、指向性前方にして、音声を取った時はですね、モード一応前方にはしてるんだけど、後ろから取っても前から取っても大体ね同じぐらいの音量で、記録されてました。で、次に後方で撮った時なんですけども、後方で撮った時はもちろん、クリアに音が入ります。で、前方から撮ると音がめちゃくちゃちっちゃかったです。で、3つ目全方向にした時なんですけども、ね、全方向で後ろから話すとですねかなり大きめの音で音声撮れてて、全方向で前から話した時、これはね後ろから話した時の半分ぐらいの音量で、撮れてたんですよね。で、全方向とオートは大体同じぐらいの感覚でした。なので、まあ、僕が使うときはですね前方向で使う、もしくは前方で使う、さっきも言った通り、ね、指向性のモード前方で使っても後ろから話した時の音声もね結構十分拾ってくれてたんですよ、同じぐらいの感覚で。なので、まあ、前方でもいいかもなっていう感じ、前方向とかで撮っちゃうと後ろから話した時の音がかなり大きく入るので、結局それ編集で調整する必要が、出ちゃうんですよ。まあ、これについてはね今後使ってみてまた判断していきたいんですけど、なんかね後ろから話した時の方が、どう考えてもでかい音で入ってるよなっていう風に、感じましたね。はい。まあ、とりあえずマイクに関してはそんな感じで、まだねこのカメラ購入してから1日しか、経ってないんですけども、まあいいなって思った点、やっぱりねこのサイズ感、めちゃくちゃちっちゃくて軽いっていうのは、魅力だなと思いましたね。これだったら、まあ、外にね、持っていくにもそんなにストレスないかなと思いました。動画撮る時のねめちゃくちゃラフな装備で言うとやっぱスマホが最強だと思うんですけども、ちょっといい映像を撮りたいなって思ったらこういうねカメラが必要になるので、今後ね活用していきたいなと思いました。このボディでね α7S3 と同じセンサーで同じクオリティの動画撮れるって思ったらねめちゃくちゃいいですよね。まあ、昨日ねこの部屋でオートで撮った時は全然設定をねいじってなかったので、まあ、明るさとか色味とかねちょうど良くなってなかったんで、多分今見ていただいてる映像の方が綺麗に見えてると思うんですけど、まあ、レンズも違うしね、設定を変えれば多分ねこっちの方がもしかしたら綺麗な映像、まあ、撮れるようになるんじゃないかなとは、思ってますね。はい。で、ただねちょっと気になった点っていうのもありまして、まずねこれさっきも言ったんですけども、液晶の解像度そんなに高くないです。まあ α7-4 と同じ解像度なんですけども、まあ、もうちょっとねいいモニターつけてほしかったなっていうふうに、思いました。それと今回僕がね、実際に遭遇したわけではないんですけども、熱停止ねする可能性結構あるらしいんですよ。まあ、多分ね 4K60 とか使った時で 4K30 とか 24P であればもうちょっとマシだとは思うんですけど、このカメラ先行レビューしてたビート内藤さんがですね30分ぐらいで 4K60p、止まったっていうことをね言ってたので、まあ、ちょっとそこがね、不安要素だなっていうふうには思いました。外出先ではねこれ使っていきたいと思ってるんですけど、僕家でこれ動画撮ってる時普通に1時間とか2時間回したりするんで、それでねカメラ止まっちゃったら結構困るので、そこはねやっぱりちっちゃいカメラの、デメリットかなっていうふうに思いました。はい。でもう一つ気になる点というかね、値段についてですね、僕はねもう買っちゃったから別にいいんですけど、これから買おうと思ってる方、このカメラね大体30万円弱ぐらいするんですよ。結構ね僕の感覚ではあするなーっていう風に思いました、買う時に。今ねネットで調べたら α7-4 と大体ね同じぐらいの価格帯だったんですよ。これ開封した時にね、質感だいぶ良くなったっては言ったんですけど、どう考えてもねこれ α7-4 とか、α7 シリーズの方がね高級感あるし、まあ、機能についてはですねやっぱ新しいだけあって、こっちにしかついてない機能っていうのもあるんですけども、まあ、そこはね一長一短というか、α7 シリーズの方が優れてる部分もあるし、まあ、最新カメラでね、結構値段するのであればもうちょっと頑張ってほしかったなっていう、気もしますね。
まあ、センサーがね、α7S3 と同じなので、そこでね、結構、コストが高くなってるのかなっていう、気もするんですけども、まあ、ちょっと値段的にはね、するなっていう印象は受けましたね。はい。まあ、とりあえずそんな感じです。まあ、いろいろ言ったんですけど、本当にね、このサイズと軽さで α7S3 と、同等のね、映像を撮れるというのは、かなり魅力的だなと、思いましたので、まあ、興味ある方はね、概要欄にリンク載せておくので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回は以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。